勝負営業所所属車両朝日自動車勝負営業所とは朝日自動車株式会社の営業所の一つで東武バス上尾営業所勝負出張所を移管して開設された営業所である2002年4月1日開設の比較的新しい営業所である朝日自動車としては最後に開設したバス営業所であるもともとは東武バス上尾営業所勝負出張所であった運行エリアは 旧勝出張所のエリアに加え、東武バス、上尾営業所が運行していた上尾駅、東口発着路線も担当している。東武バス勝負出張所、朝日自動車勝部営業所を上尾駅東口から、上尾市平塚、上尾村地区を結ぶ路線である。1時間あたり3本程度の運行、上尾駅東口から、ニューシャトルの羽根川駅を経由して、稲学園まで結ぶ路線である。 稲学園発着は主に通学時間帯のみの運行。学園祭などの際には、臨時直通便が運行されることもある。上尾駅東口から稲町役場を結ぶ路線である。一部は、ガンセンターを経由し、稲役場へ向かう便と、ガンセンター泊まりの便がある。上尾駅東口から東大宮駅を結ぶ路線。上尾市運行バスとして運行。 小山台団地経由と県営佐団地経由の2系統が存在。各8便合計16便が運行される。桶川駅と区市省部長の中心部。また、平日には日中1時間に1本。役場対策として、途中の区市省部総合支所に立ち寄る便がある。西久保台経由は、可能順管線の出入庫便という位置づけが強く、本数はほとんどない。 2011年12月19日より、それまで、勝負中橋で、久喜駅行きに乗り継ぎが必要だった、モラージュ勝負行きの直通急行バスが開通した。久喜駅からの急行バスと、同様、桶川駅東口下岡山間を、往路は乗車のみ、袋は降車のみを扱う。運賃は片道320円の特定運賃。桶川駅の北東、坂田東周辺を回り、 桶川駅へ戻る循環路線である。桶川駅発14時台を境に循環する向きが逆転する。13時台までは坂田弁天公園先回り、14時台以降はみの木先回り、一部みの木止まり及び坂田弁天公園始発がある。なお、可能循環と呼ばれるが、地名としての桶川市可能は通過しない。蓮田駅から、 は田市東部の国立病院気候東埼玉病院、江ヶ崎地区を結ぶ路線である。途中、藤野木団地を通るためか、宿下経由の方が本数が1時間に2から3本と多く、橋場経由は1時間に1本程度である。は田駅から、は田市中心部を抜けて、市北部の根金地区、白岡工業団地方面を結ぶ路線。途中の中浦ドまでは、 平日1時間4本、と休日1時間3本前後と高頻度で運行されている。ちなみにパルシートは、蓮田市の総合市民体育館の名称である。蓮田駅西口から、旧国道122号、埼玉県道77号行田蓮田線、埼玉県道5号埼玉勝負線を通り、蓮田市北西部の上平野地区、勝負町、芝山地区方面とを結ぶ路線である。 途中の八幡神社前までは1時間に2から3本ほど、丸山では1時間に1本運転されている。勝負車庫行きは完全な出入小便で、朝昼よると、それぞれ2から3本運転される程度である。また、かつて再開発されるまでは、蓮田駅西口前の道路が狭かったことから、中学校入り口蓮田駅西口間は、蓮田駅西口機と蓮田駅西口発で、ルートが異なっている。 白岡駅を起点に、白岡市下津、久喜市よけぼり、同勝部町台を経由、旧国道122号線を通り、勝負中橋へ向かう路線である。本数は1時間に1から2本と少ないが、久喜市勝部町南部と白岡駅を結ぶ、重要な路線である。また、蓮田駅、岩月駅発着系統の入出庫の役割も、果たしている。勝負営業所の主要路線の一つで、旧、 勝部町の中心部である、勝部中橋と九鬼駅を、埼玉県道12号川越栗橋線、埼玉県道146号6万部、九停車乗船経由で結ぶ路線である、住宅地内を通ること、九鬼駅が JR 宇都宮線、東武伊勢崎線の発着駅であることから、平日は15分間隔、土休日は20分間隔とかなりの頻度で、運行されている。 2011年4月1日から茎総合病院の会員に伴い、病院経由の系統が開通した。平日ピルマは病院の玄関を経由し、平日の早朝、夜間と土休日は玄関に入らず病院の前の県道を経由する。土休日の茎駅行きは、病院前から旧道の茎上町へ向かう便とそのまま県道を上、早見交差点へ向かう便とがある。 旧道経由は、勝負中橋行きが、平日の17時台以降と、土休日の14時台以降に、久喜駅行きが平日に、それぞれ設定されている。系統記号は2016年3月26日ダイヤ改正以降、久し西から、旧へ変わっている。2010年7月1日に開通、モラージュ勝負の買い物客向けに、中央玄関へ直結する路線である。九鬼駅西口。 高木病院間を、往路は乗車のみ、袋は校舎のみを扱う。運賃は片道210円の特定運賃。2009年7月19日から島田観光バスの20人乗りマイクロバスにより、久喜駅西口モラー受賞部中央口間館で無料シャトレバスの運行を開始。午前中の便を中心に、久喜駅西口で積み残しが多発したため、2010年5月10日から、 同年6月30日まで、朝日バスの運行に切り替わった。同年7月1日から有料化し、現在に至る。またこの他に、モラージュ勝負開店時から2009年年始の多客期に、久喜駅西口モラージュ勝負前間に、臨時直行バスが運行される場合があった。岩月駅西口を起点に、埼玉県道65号埼玉沙って線。 埼玉県道154号ハ田杉戸線経由で国立東埼玉病院へ向かう路線である。2017年3月31日までは岩月駅東口からの発着だった。現在は1時間1本の運行本数である。かつては白岡駅、春日部ベエミナス発着もあり、ハ田ダ振動バス停までは合わせて1時間2本程度運行されていた。 また2009年2月1日から2010年11月24日までは、埼玉市岩月区北部を循環する岩月循環が運行されており、城北小学校入口周辺では1時間2本だった。閉所後に東部バスセントラル、三里営業所に転属された車両東部バス勝負出張所は、平成14年3月31日をもって、閉所された東部バスの営業所である。 JR 高崎線と JR 宇都宮線の間の広大な地域をエリアとしており、東部バスにおける広域エリアを持つ営業所の起こりともなった。また、出張所としては、比較的規模が大きく、2000年まで参加となった、数営業所より規模が、2000年に数営業所の移管に伴い、あげ営業所管轄へと組織変更され、これによって、 熊谷ナンバーから大宮ナンバーに変更された。閉所時には35台程度が在籍。全社イスズ社の配置で、他営業所からの転属者が多く占められていた。晩年は、あげ営業所参加となり、新社の投入が増えたが、あげ営業所は、日野社配置営業所であったが、閉所までイスズ社の投入が続けられ、あげ営業所の管轄でありながら閉所時までイスズ社配置あった。 2000年には、越谷営業所の閉所に伴って、ノンステップバス2台が、勝負出張所に転属し、国立東埼玉病院線に運用された。勝負出張所は、2002年4月に、旭自動車へ移管され、同社の勝負営業所となった。その際に、エリアの調整が行われ、勝負出張所の路線の内高崎線の西側の路線は、 川越観光バス森林公園営業所に移管された。川越観光バスにはすでに1998年に富士重工線が移管されているが、この路線のみ、高崎線の東側ながら川越観光バスの路線のままとなった。また、揚げ尾営業所の路線の打ち上げ尾駅東口発の路線もすべて朝日バスに移管されている。ありがとうございます。